スティーブ・ニ・エロップ。スティーブ・ニ・エロップは、カナダ生まれの実業家。カナダ・オンタリオ州アンカスター出身、同州ハミルトンのマックマスター大学卒業。1992年に、ボストン知見の CIO に就任し、1998年に、同社は倒産。1998年より、マクロメディアに入社し、2005年1月に、CEO に就任して、2005年4月に、 アドビシステムズにマクロメディアを34億ドルで売却し、2006年12月に退職。2007年はジュニパーネットワークスの COO に就任。2008年1月にマイクロソフトに入社、ビジネス部門担当プレジデントを務めていた。2010年9月20日、ノキアの前 CEO であったオリペッカカ・ラスブオが退任したのを受けマイクロソフトを退職。翌日より、 ノキアの CEO となっている。フィンランド人以外では初の CEO である。2011年2月にマイクロソフトとノキアの戦略的提携を発表し、社員3000人をアクセンチュアにリストラし、2013年9月にマイクロソフトにノキアを72億ドルで売却し、スティーブン・エロップはマイクロソフトに戻る。2015年6月にマイクロソフトは、 ノキア買収の76億ドルの減損損失を発表し、スティーブン・エロップはマイクロソフトを退社。ありがとうございます。